暑さ、ヨレヨレのレイコートの襟を立てて、短くなるまで奴は吸うのさ。そうさ、短くなるまで吸わなきゃダメだ。短くなるまで吸えば吸うほど、君はサンジェルマン通りの近くを歩いているだろう。ゴロワーズでタバコ吸ったことがあるかい。一口吸えば君はパリにひとっ飛び、シャンデリゼでバードマンゼルに飛び乗って、そうだよ、エッフェル塔と背比べ、ちょっとエトワールの方を向いてごらん、ナポレオンが手を振ってるぜ。マリー・アントワネットもシュトラインの馬車の上に立ち上がって、ワインはいかがと招いてる。小さなことでも何かに凝ったり狂ったりしたことがあるかい。例えばそれがミック・ジャガーでも、アンティークの時計でも、どこかの安いバーボンのウイスキーでも、そうさ、何かに凝らなくてはダメだ。狂ったように凝れば凝るほど、君は一人の人間として幸せな道を歩いてるだろう。君はある時何を見ても何をやっても何事にも感激しなくなった自分に気がつくだろう。そうさ、君は無駄に年を取りすぎたのさ。できることなら一生赤ん坊できたかったと思うだろう。そうさ、全てのものが珍しく、何を見ても何をやっても嬉しいのさ。そんな風な赤ん坊を君は羨ましく思う。